今日はですねハーレーの出張修理にやってまいりました。はるばるとしみタイヤさんに来たんだよね。まあ今日はキャブをその古いキャブをオーバーホールして原因究明することと新しいキャブをセッティングするきちっと今日直したいと思います。まあいいですね、一旦バラして、うん、もう、うん、セッティングし直しましょう。まあ交換しますから、ね、ですよね、はい、これね、あ割れてるぞ。割れてますよ。割れてますね、これね。これはいけませんね、いくら締めてもダメですね。はい、分かりました。じゃあいよいよキャブバラシですね。じゃあまずオペを開始します、はい、ジェットの品番も見たいですよね、せっかくですから。これ何本ですかね。74 太いですね。これは74でしたね、これ74、ちょい太め、なのでちょっとオーバースペックが入ってたんで、ガブガブかぶりかぶりちゃんっていう感じでね、かぶりちゃん。これのジェットが、はい、今入ってるのは31、はい、これがもともとついてたのが31、この設定ですよね。一つでかい設定ですよね、メインジェットだけちょっと小さくしてありますけど、これで革新に変わりましたね、あのキャブレターが正しいかどうかという、じゃあこれでジェットがメインジェットが S&S のインストラクションマニュアルにある通り0295 72と、はい、これでいいと思いますね。じゃあこの必殺のキャブレターポップアップキット、はい、これいいですね。これで霧吹き状になると、液体がね、より燃焼効率が上がるという、いいですね。よし、これで完成。噴霧状になってるね。いい感じですね。はい。これでね、気持ちよくガソリンを切り状にして吸っていただきましょうというね。はい。じゃあこれでここはいいね。はい、打って変わって AS ガレージから S&S のスーパー E のキャブレターを分析したいと思います。はい、はい、まずはね、まあパーツの説明、それから構造の説明、そしてセッティングの仕方、やっぱり現場だとね、走りながらなのでなかなか綺麗に説明ができなかったんで、ここできちっと説明していきたいと思いますね。ストックの S&E キャブレター、これはショーティーというタイプなんですけどね、今回あのスタージスに入っていた S&S のキャブレターとはほとんど構造は一緒です。これを使ってね説明したいと思います。はい、まず空気の流れ、こっちがフィルターがついてますね。空気はこっちから入ってエンジンの方に供給されていく。この混合気というのは、空気とガソリンを混ぜてエンジンの中に送り込む装置ですね。これ以下で、エンジンの調整が全然違ってきますんでね。はい、でまずはこれバタフライですね。このバタフライが開くことによってね、こうやって開くとね、空気の流入量が増えるよね、はい、当然混合気がたくさん入っていく、よって回転数が上がっていくっていう仕組みなんだね。でそのバタフライの回路を調整するのがこのスクリューね。そしてこれが混合気調整用のスクリュー、
でこれが、加速ポンプのスクリューということですね。からこれがチョーク、はいはい、これがフロート室、ガソリンがこの中に溜まってくるんだね、はい、これがガソリンの吸気口。でここに加速ポンプのダイヤフラム、これ取っちゃってるけど、ここにあるけどね、後で構造は説明しますけれど、本来ここについています、はい、でこれ開けるとね、こういう状態です。このフロート室に入っていくと、これがフロートね、ガソリンが溜まってくるとフロートが持ち上がって燃料を止めるということです。これは加速ポンプの、噴射口です。ここの奥から突き出てきます。ここね、この穴から出てきます。でこれがメインジェットだね、の吹き出し口、これがメインジェット。これはね、ジェットが入ってないんだけどね、抜いてあります。こんなような構造になってますね。はい、でこれがスロットルワイヤーの、これがスロットルワイヤーね、ここにダマになったでしょ、はい、ここに収めてワイヤーがこういうふうに入っていく。でこっち側からワイヤーが入っていく。これシーソーみたいに動くんだね、こういうふうにね、アクセルを回すとこういうふうにグッと動きますよ、こういうふうに動きます。これが動くと、アクセルを動かすとバタフライが開くという、こういう、まあ、単純構造だね。はい、まあ今日これをね、見ていただければバッチリ S&E のスーパーEキャブレターの全貌が明らかになるというふうに思いますね。はい、じゃあ、次に、構造の説明しますけど、まあこれ燃料の系統だよね、はい、まずはエンジン動かすところから走らせるところまでキャブがどういうふうに連動しているのか、これを説明していきたいと思っています。はい、まずはガソリンコック開きますね、はい、そうすると燃料ホースを伝ってここの下からこう入ってきます。はい、で中はこうなってますね。これちょっと取ってみましょうか。ビスで芯を押さえてるだけだね、簡単に取れちゃいます。はい、こういうことですね。はい、なんか釣れましたねこれ提灯みたいになってるのが、これがフロートのストッパーです。これフロート連動していてね、こうフロートがこう上がってくると、これをね押さえ込んでいくんですよね。こういう状態になってます。これにこう芯棒がありますからね、これを軸にしてこうやって押さえ込んでいく、こういう構造ですね。はい、この先にはねスプリングがあるんですね。これちょっと押さえ込むとねへっこむでしょ、はい、これダンパーで、これがフロートのストッパーのゴムだね。でこの穴、ここに穴あるでしょ、これ燃料の穴だよね、はい、燃料が下から上がってくる。で上がってきた時、この円錐形のねパッキンでこれで閉じちゃうわけ。これで燃料を止めてきますよ。でオーバーフローしてくるものって、こういったところのストッパーが壊れてる可能性があるよね、あるいは傷ついてたりとか、この穴とこの円錐状のねパッキンの間にゴミが絡んでしまって、じわ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 上から、燃料タンクからこのキャブレーターのフロート室の中まで入ってきてこぼれてしまう、そんなようなことがありますね。でこぼれたものはどこからこぼれてくるかというと、ここからだね、これね、ここからこぼれるようになってます。こうなるね、ここだからこぼれてくると、ここよりも水位が上がってくると、ここの外へ出していくよっていうオーバーフローがついてますね。あ、なるほど。ガソリンのフロート室の説明はこれでいいかな。よくわかりました。わかりました。はい、はい、次、今度はね大事になってくるのは、こう混合気とそのガソリンをどう混ぜ合わせていくか。これガソリン液体だけだから、液体は燃えないよね、はい、うん、あのガソリン可燃性であるけども、気化するから燃えるだけの話であって、気化しなければ燃えないよね、液体の状態だったらね、うん、
ということなので、空気とどう混ぜ合わせていって爆燃させていくかっていうようなことなんだけども、まずは最初チョーク引っ張るよね。はい、はい、チョークの回路はこれです。これチョークです、ね、これ引っ張ります。中の構造は至って簡単、こういうことです。これもなんかジェットみたいなのついてるよね、これ。なんか尖ってますね。そうだよね。でこれ引っ張るとこう上がるっていう単純な仕組みだね、はい、こういうこと。でこれはここに穴があります、はい、ここに穴があるよね、はい、これから燃料が入ってきます。じゃあ空気どこから入ってくるのって話ですね。ここです。うんうん、じゃあ混合気どこから入ってくるのって話だよね。ここです、ね、これ普通だったらバタフライを経由してくるでしょ、はい、スロットの連動したバタフライを経由してくるけど、アイドリングの時って閉じた状態だよね、うん、その状態でも濃いガソリンを送りたいというふうになると、ここから空気入ってきてここから出すんだよね。うん、でガソリンはこれ、はい、という構造です。まあ、非常に単純だね。なるほど。じゃあ門が閉じてても裏口入学できるってことですね。うん、そう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 、はい、そうなんです、そうなんです。あの勝手口があるってことだね、はい、はい、これ勝手口だね、はい、だからね勝手口のドアこれロックね、はい、開けた状態、これ閉じた状態ということですね、はい、こういうことでございます。はい、でちょっと説明し忘れたけど、これがそのチョークのね吸い込み口、この先の穴あったでしょ、はい、この穴の先にはこれがついているので、ここから吸い込んでいきますよということだね、はい、でこれで押さえ込んでるということだね。で空気と一緒に吸われていくと。そうそうそう、空気は前から吸ってくるね、ここからだね、はい、はいはい、これでこうやってロックすると、はい、はい、次にエンジンかかりました、うん、でアイドリング状態になりますよね。アイドリング状態どういうふうにしてるかっていう話なんですよ。アイドリング状態っていうのはスロージェットっていうのがついていて、これがそうなんですね。これあの番号がね295って書いてあります。これね、排気量に応じてサイズを変えなければいけない、これが別表なんだけどね、 S&S の。これね、これインターミディエート、まあ、インターミディエートってハーレーは言ってるけれども、スロージェット一般的に言うとね。で、今回のスタージスの場合だったら 1340cc だからこの番手が必要だよということなんですね。この間74というのは1221、88キュービックインチというのは1142、この中間を選びましたということなんですよね。でこれが 0.295 ってありますね。これはエンジンのサイズに応じてここの番手も変えなきゃいけない、インターミディエートのジェットも変えなきゃいけないし、メインジェットも変えなきゃいけないってことなんですよね。スロージェットはここについています。はい、じゃあちょっとパーツクリーナー入れてどっから出るかを見てみましょうか。じゃあ行きます。できましたね。なんか2箇所ぐらいから上下に出てますね。ね、こことここから出てますよね、はい、うん、これがスロージェット、アイドリングの時にずっとここからガソリンバーって出てますよということですよね。はい、でうっすら開いたバタフライのところからこうエンジンの中に入っていくってことかね、うん、ということです。次にメインジェット、メインジェットっていうのは、まあ、スロットルをだいたい4分の1ぐらい上げた時から噴射し始めるっていうものなんだよね。でこれは、今ジェットは取れてますけども、この番手もいろいろとあるんですよっていう話ですよね。今回としみタイヤさんのスタージスには74番が入ってたけども、ちょっとオーバースペックだったんだよね。ここにその表がありますね、74から88、1340というのはこの範囲に入ってますから、この 0.72 というのがちょうどいいんでしょうということですね。
で、今ジェットが入ってませんけれども、これはどこから出てくるかっていうお話ですね。これは単純明快です。ここに穴刺さってます。いきますよ、ね、これガソリンここから捨てますね。じゃあ空気どこから吸うのって話。空気は実はここです。ここに大動脈が見えますね。ここです。飲ますね。ここは燃料室というのはここのレベルで止まってるわけで、ここは空気喪失ですよね。ここから吸っています。じゃあこれ空気出しっぱなしだったら、ガソリン出っぱなしだったら真空状態にならない。なっちゃいます ね。エア抜きがここにあります。これです、この穴、はい、ここから空気吸ってます。そしてこの水面を常に平行に保つ、あるいは、ジェット、今のメインジェットの中から噴射させるときに空気を入れる口になってます、はい、ということですね。はい。で次に加速ポンプですね。このスーパーEのキャブレターっていうのはこの加速ポンプがついていることが良さなんだよね。どういうことかというと、例えばアイドリング状態からスロットル開けるよね、はい、4分の1まで開けるよね。そこからはメインジェットがブワッと噴射するよね。そうすると急にドッとくるんだよね、うん、これをなくすために中間的に一瞬燃料パッて噴射するわけ。つなぎだね。アイドルの状態から加速状態まで行く途中にパッと一回噴射することによって、スムーズな加速、力強い加速が得られるんだね。ギクシャクしないっていうかね、そんなようなもんなんだよね。それがスーパーEのキャブレターにはついています。これがそれです。こういう状態でこの底辺についてるんですよね。でこれも大事なとこなんですけど、これね、これスロットルこう開けるとね、スロットル連動するんですよね。上がったでしょこれ、はい、これこのプレートに当たってるんですよね。このプレート、このプレートに当たってアクセルを開けるとこれが上がるようになってる、うんね、ガソリンはねこっから入ってこっからドリップされていくんですね。フロート室の中のこの穴から落ちていきますよ、ね、溜まります、溜まります。今度これがこういう状態でセッティングされてるわけですね。こういう状態でこれ閉じてますよね。こうやってこうやって、ね、ピュッて、どっから出てくるかって、ここから出てくるんですよ、はい、ここね、ね、ガソリンはここから入ってこの中に溜まってプッシュされるとここから出てくるっていう理屈なんですよ。じゃあここどこに出てくるかって話なんですけど、これはですねここなんですよ。ここつながってるんですね。ガソリンこの中に溜まります。スロットルを開けた時に心棒が押されてここからピュッて出るんです。ここからです。これどこにあるかっていうと、ここか、ここ、ここです。この穴あるよね、はい、これがメインジェット、この奥に加速ポンプのジェットがあるよっていうことですね。これがそのノズルですね、はいはい、ということです。はい。で、これ組み付けていってみましょうか。じゃあフロートを組んでおきましょう、はい、もうこんだけですね。非常に簡単ですね。軸というか視点をねこうビスで押さえてるだけですね。はい、はい、インターミディエート、はい、じゃこれでバッキンを入れます。
ましょう。パッキンというかガスケットだね。はい、こんな感じですかね。はい、で持ってですね、スプリングが必要なんですよね。それがね、もう一回いっちゃってますね、はい、でスプリングを入れたと仮定してこういう感じですね。でパッキングあるよと。でこの棒、これがねプッシングロッドだね、加速ポンプのね。これ表裏ありますからね、気をつけてくださいね。こういう風です。それで、はい、はい、はい、これで完成ですね。じゃあ次はセッティングの仕方を説明していきましょうね。セッティングはね、大まかに言うと3つ、まずは最初にこのバタフライの回路調整をしていくっていうことなんですよね。ここにね、これワイヤーのリンケージだけどね、あるんだけどね、これこういうふうにここでこうだよね、こう連動してるよね。でこれを例えばこれ閉じましたね、これ閉じましたね今、はいはい、これ開きましたね、うん、はい、まずはプリセットの段階で1回転半にしておいてくださいというふうに言われています。だから今これ閉じたよね、完全に。この閉じた状態からね、1回転半ですよ、これ閉じた状態からグラ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 やっても抜けてくるだけですから、閉じたのを確認してください、ね、あるいは開くのを確認してもらったらいいかもしれません。ちょっと動き始めますから、これ動き始めましたね、はいはい、でここから、半回転半回転半回転 1.5 回転まずプリセットしてください。でこれで動かした時にアイドルが高ければすぐこれを下げてもらうというふうにして調整してくださいね、はい、まずは1回転半、これがデフォルト値です。次にアイドルのミクスチャー、これアイドルのミクスチャースクリューね、混合器調整、空気とガソリンの比率を変えてきますよということです。これどういうふうになってるかっていうと、これもねテーパー状になってるんですね。鋭い針ですね、うん、ニードルジェットだね、ここの穴に入ってる、この穴、ここね、はい、出てきましたね。あ、なんか出てきました、見えますか、針で。これ前平状態です、はい、ここから半回転半回転半回転 1.5 回転、これがまずは常識的なレベル、プリセットレベルって言われています。でこれのね調整の仕方なんだけれども、まずはアイドリングしますね。それで大体1000回転ぐらいまで持ってきます。でそこで混合比調整します。でまずはね薄くしていくんですよ、ずっと薄くしていく、つまりこれを押し込んでいくってことね、口を小さくしちゃうってことね、テーパーになってるから差し込んでいけば小さくなるよね。で差し込んで、プリセットは1回転半って言われてるんですけども、動かした状態で見るのが硬いですね。その後は微調整の話になっていきます。そうするとそこからだんだん薄くしていく、つまり締め込んでいく、そうするとガソリンが薄くなっていくから失火して止まりそうになるよね、プラ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 になるよね。で今度増やしていく、そうするとブーンと上がってきます。で今度また下がりかけます。
でもその上がりかけたピークのところと下がりかけたところ、ピークとピークだね、下がりかけるピーク、絞ったピーク、要するに失火するし始めるところ、それから燃え上がって一番元気なところ、そこの中間、例えばそれが2時のところで失火し始めた、右に回してね、2時で失火し始めた、10時でピークを迎えた、12時にしてください。なるほど、分かった、はい、そういうことですぐらいで調子を見てってくださいねってことですよね。そうすると回転数もおのずと上がりますよね。そうするともう一度バタフライで1000回転ぐらいまで下げていく、あるいは上げていく、そんなようなことを繰り返していくんですね。それが決まったところで今度は加速ポンプ。じゃあ加速ポンプは何してるかっていうと、まあそこで先ほどお話してましたけれども、つなぎですよっていうことですね。一瞬パッと噴霧するターボみたいなもんだね、はい、でこれなんですけどね、これ見やすいように実はこれ抜いてあるんですけど、これね、これブーツです。ここのほんとはここに刺さってるんですよ。でもこれここの可動域を 見やすくするために入れてませんけど、いいですかね。先ほど説明したように、これを押しますね。これが回るとこう押されて上がるよね。これ今ダイヤフラム押してる状態じゃないですかこれ、はい、ね。これもプリセットに関してはですね、まずはゼロベース、ゼロベースというのは実はこれをですね上げていくとですね閉まるんですよね。スロットルが閉まる方向に行っちゃうんですよ。よろしいですか。でこれをまあ例えばこういうねシックネスゲージ、一番薄いものを使ってください、ね。まあ、ここまで薄くなくたっていいんですけど、ね、そんなに精度必要ないですからね。これでね、これ今シートしましたね、抜けないですね。こういう状態でちょっとやって抜きましょう。こういう状態ですね。この状態から、緩めます。何回転かというと、これもプリセットは2回転と4分の1って言われてます。半回転、1回転、半回転、2回転の4分の1、2フォーターンと言われますね。2フォーターンしておきました。2フォーターンしていくと、だいたい今のポンプを抑えるタイム、抑える量が、ね、変わってくるんですね。で、例えばこれをね、もっと3回転とか4回転にしていくと、こう振動が押すね、ストロークの幅がね、増えるんですよ。だから増えるってどういうことかっていうと、たくさんその加速時にパッと噴霧する。でも濃すぎるとゴボってなんない？なりますね。でちょっと飲む量が多かったみたいな。そうそう、タピオカ飲んでそこの方のあれがガサッ、あの寒天が口の中に入ったような状態、はい、ガブッときちゃうとゴソってなって、せっかくの加速ポンプの勢いがなくなっちゃうよね。綺麗にスパーッといったわけですよ、はい。そのためにはここを調整しながらっていうことなんですね。これは走りながら塩梅見ながら4分の1回転ずつ絞ったり上げたり、そんなことを繰り返して自分のアクセルの突きが一番いいなっていうところを探していただきたいと。だから触れるようになってるんです、ね。この今の3点はオーナーが触るべきところです、はい、と思います。そうやってベストなコンディションを目指していくということでございますね。そのプリセットとして2回転と4分の1ぐらいが最初のスタンダードラインで、走って走ってもうちょっとだな、例えばゴソッとなるとかボボボってなるとか、もうちょっとだなという時はこれを4分の1回転ずつ調整して、そんな8分の1とか細かいことやらなくていいですよ。4分の1ぐらいずつこうやって、あ、ここちょっと薄すぎたな、足りなかったな、ちょっと濃いな、こんなことを調整しながらね、やっていくとよろしいかと思います。では現場に戻りましょう。はい、 OK ですね。はい、じゃあこれを組み込みましょう。いきましょう。完成です。はい、これ新しいものに組み付けた方がいいんですよね、これせっかくだから。そうです、そうですね、はい、対策品で前までのゴムだったよね。
ですね、ゴム一重亀裂入ってましたっていうね、こういう状態だったらね、多分ね縮んでね熱持ったりするからね切れやすいよね。でもネジエアが一番厄介だし簡単に治るしね、すぐ不調になっちゃうしね。これいいですね、このテコはいいですね。いいですか、ちょっと待ってください、はい、お、来ました、あ、入りました、来ました、来ました、素晴らしい、行きました、なかなかの人物でしたね、これ行きました、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 止まった、止まった、はまりましたね、 OK です、 OK、 素晴らしい、いよいよキャブですね、じゃあ、ヒアミーゴーですね、いよいよ、うん、はい、でこの辺ちょっと片付けときますかね。そうですね、振動で結構なっちゃいます、ね、もう一旦ちょっと片付けてからやった方がいい、聖なる気持ちになってですね、いいですね、あの心志も新たに、3拍子ね、お、かっこいいですね、でしょう、としみさん、はい、としみさん似合いますね、かわいいですね、
ちゃくちゃ調子良くなりました。本当ですか？最初つけた時よりかも。最初より、よかったですね。全然調子いい。トルクも上がっとると思います。トルクも上がってる。上がってる。ちょっとさっきパシパシ音がしてたんで、締め付けが緩いかもしれない。ちょっと2時間見ますわ。ちょっと待って、そのまま待っとってください。落ちましたでしょ、もっと締め付けなきゃ。もっと締め付けない。まだ吸ってる、ね、そこの、このインテークのところ、インバリをもっと締めなかん。結構ですよ、これ結構ですよ。結構ですか？ええ。キャブだね。もうちょっと燃焼してみようか。攻めたの。まあこれぐらいだろうな。三拍子が出ながらこう乗り心地がいい。低すぎるとここ回さなかったですか、高橋さん。最初ここになるじゃないですか。やっぱりブーンと来たよね。こんなとこのような気がしますね。アイドリングを下げる。アイドリングを下げるは、まあ、分かりますよね。これですね。そうです。これをそうこれでバタフライが締まったわけですね。でこれでバタフライを上げていく、で今度はこの年長右で蛇口と一緒、水道の蛇口と一緒、締めると薄くなる、左で濃くなる。でまずは右に回してゆっくり回して進化するところ、メンバーつきましたね、ここ覚えておいてください。で今度上がるところゆっくり、その辺がいいところですよね。そこの真ん中、これのここの位置だったような。そうですね。だから今止まりかけた、回った、で、ま、濃すぎるとまた回転数が下がるから、そこのピークピークのところ真ん中を取ると調子がいいです。なるほど、それでこれは加速ポンプ、ですよね。3000回転ぐらい上げた時に走っててちょっと物足りないなっていう時は少し燃料の
量を多くするとかっていう、そういう調整するんですよね。そういう風にして量をコントロールする、加速するときの、で自分の好みに合わせていく。これは何でも乗っていってドライバー持っていけば、この3つ調整するだけだから、いつでも完璧なチューニングができる。だからベストセッティングを出すまでは何度も乗って合わせていく。この3つでちょうど3つで、そうそう、微妙なところ、そう微妙なところでベストチューニングをしていくと、より気持ちいいハーレーになるんじゃないですか、ショベルになるんじゃないですか。いやもう今でさえかなり気持ちいいですよね。本当ですか、よかったとしみさんに恩返しができましたいやキャブで、ね、違いますね、キャブ、キャブ違いますね。あのキャブでもオーバーホールすればいいんですけど、ジェットがやっぱり狂ってた、太いジェットだったんですよね、だからたくさん入っちゃう、だから調整しにくいですよね。そうそう、あとねやっぱり走りも違う。あ、そりゃそうでしょうね。走りがね、とにかく全然違う。パワーがある、パワーがある、そうか、よかったです。圧縮もバッチリだし、あの怖いぐらい回る、怖いぐらい回る、そんなに変わった、ほんと乗ってもらうと分かるぐらい、ここフル加速できないよ。あ、そうなんだ、よかった本当結構回る、結構回る、あ、いいな。やっぱダイナエストの、あのコンビネーションもいいんでしょうね、点火もいいし、点火もね、あのポイントじゃなくてね、ですね、これで S&S のスーパー E のチューニングの仕方はもう皆さんも分かっていただけたんじゃないでしょうかそうですね、これだけちょっと細かくやってるもんですからね、少ないですよね、ここまでやってるのは、と思いますけど、ですよね、はい、完璧な S&S のセッティング動画でございました。どうもありがとうございました。よかった。